トシさんお疲れ。あ、和田さんお疲れ様です。うん、お疲れさん。いい挨拶やね。ありがとうございます。なんか美味しそうなもの食べてますけど、それ何ですか？これですか？フォアグラ。まあそんなことよりあれやっちゃいますか。突っ込んでよ、フォアグラ食べてるんだから。はい、せーの、マリーンズマンデーラジオ。千葉ロッテマリーンズの和田光志郎です。佐藤俊也です。マリーンズマンデーラジオ、今回も僕たち2人が担当します。この番組は野球の話は一切なし、僕たちのオフトークで楽しんでください。マリーンズマンデーラジオ。今回は、何やらトシさんが、僕のことがかなり好きだということをスタッフさんから聞いたので、こんな企画をやってみます。題して和田を。なんだ和田をって。和田は、和田選手には、事前に5つの質問を答えてもらってます。私には言ってません。マジか。はい。で、何と答えるのか、それが果たして光志郎の答えた答えと一緒なのか、どんなけとし君が本当にこうしろ好きなのか。ちなみにですけど、ファンカンでこれやって僕全然当たんなかったんで。自信は？自信はないです、非常に。おでんの具材、大根はないやろお前、卵だろどう考えても。でもって思った時もあるんですけど、まあ自分のことが好きなら、まあ分かって当然やろっていうところはちょっと頑張って答えていきたいと思います。では第1問。僕がオフの日に必ずすることは？それはもうね、引きこもってゲームでしょ。正解ははい、ゲームです。あ、それはね、これはもうね、もう趣味でも言っちゃってるからね。そのぐらいのプロフィールぐらいはね、ちゃんと。はい。最近どんなゲームとか？どんなゲーム、最近は結構あの安田と池田ライトとスマブラしてます。なんか休みの日にも3人で電話つなげながらやってますね。電話つなげてやんの？なんか安田がいつもグループ通話始めるんですよね。そこに、はい、入るって感じなんですけど。それでもあれか、スマブラつないネットつないでってことでしょ？あ、そうですね、はい。やろうかな。ダメだ、俺弱すぎるから。第2問。僕が一番好きな芸能人は？もうこれは普段わなくさんに言ってます。言ってるやつ。これは、はい、この人好きなんで、っていうのは。結構まあ、第2問目からちょっと難問来たぞこれ。ヒントなし？アイドル。うん。の人。山田涼介さん。正解は、男性は山田涼介さん、女性は有村架純さんです。2人王道行ったなこれ。有村架純さんね。ちなみにトシさんは芸能人は誰が好きなんですか？ずっとちっちゃい時からドラマ見てて思ったのは木村拓哉さんがなんか一番かっこいいなって思います。女性芸能人だとこれも映画とか見てて思うのは長澤まさみさん。王道ですねって言われると思ってました。まあでもなんか、まあ、三角ってことで。あ、そうね、男性は当たってますか。はい。ね、第3問。ロッテの商品といえば何と聞いて出てきた商品は？ロッテの商品ね、ロッテの商品いろいろあるんで、アイス、お菓子、うん、トッポじゃない？正解はコアラのマーチでした。なんか知らねえな。ちょっとでしたね。でもトッポがコアラのマーチでしょ多分。どっちかの二択で、
外したっていう。まあ先から言い訳ばっかしてますけど。第4問。ロッカーの配置替えができるとすれば隣は誰がいいですか。これ和田が隣になりたいってことだね。そう、だから誰を保証が好きかって分かってれば答える話も。これで僕って言ってじゃなかった時にすんごいショックなんで、僕じゃないと思います。二択だな、ここも。ここも二択なんだな。どっちかだな。その間に挟まってるのがいいかもしれない。真ん中和田浩司郎、右隣に茶谷健太、左隣に友杉敦樹。佐藤俊也でした。深読みしすぎたな、これ。シンプルにいけば、シンプルにいけばよかったなっていうか、なんで俺なん。それはのどんだけ愛を伝えてもらってるか、ね、そうですね、はい。これ多分ネタだな、これ。ネタ、そんなことないです。まあまあ、茶谷健太、友杉敦樹って出てきましたけど、まあ今が近いんで、その2人とは。まあだから配置替えできるとすればってなったら、トシさんかなと思います。よくね、席替えってドキドキするよね。よく小学校の時席替え、誰が隣になるかな、してた、してた。今回の担当は和田浩司郎と佐藤俊也です。マリーンズマンデーラジオ。最後、第5問。僕が佐藤選手の誕生日にプレゼントを渡すとすれば何でしょう。俺にくれるってこと？プレステーション5。願望や。じゃあ一緒にやろうっていう誘いかなと。正解はスタバカードです。プレステ欲しかったな。願望やったな。頑張れた。一緒にやろうっていう、なんかあれ気持ちかなと思ったけど、いや、トシさんは多分あげても絶対やらないんで、やれないな多分俺は、はい、でそこはまあ、はい、分かってます。ちゃんとスタバカード。まあいつもスタバ飲んでますし、まあスタバカードが一番まあ使いますし、いいのかなと思います。いくら。まあ気持ちだからね、誕生日プレゼントなんてね。あ、そうですね、金額じゃないですね。そう、気持ちだから、はい。そっか、結局全然当たらなかったな。1問半ぐらいしか当てないんじゃん、ね。というわけで、佐藤選手は、1.5 問正解でした。まだまだ和田のことを知って知りきれてないなと、つくづく何も成長してないなと、ファン感から何も成長してないなとちょっと思ったんで、これからちょっと監視したいなというふうに思います。まあ多分荻野さんの方が正解したかなと思いますね。あ、そっか、荻野さんに負けるか。まあ僕も常にちょっと荻野さんと、荻野さんからちょっと情報提供をいただければなというふうに思ってます。以上、和田王でした。というわけで、今回のマリーンズマンデーラジオ、エンディングです。まあ、初めて、まあ、こうやって僕が進める形になったんですけど、まあ、そっちの方が合ってるんじゃない、ね、いや、まあなんか疲れました。そっちの方が合ってそう。なんか自分がなんか喋るってる方が、質問するしてる方が、まあただレールに引かれてたら喋ってただけかもしれない。まあ、そう、まあ、質問に答えるよりかは質問してた、している方がいいですね。2週流れます2人。はい、2週ということで、本当楽しみ、グダグダ感がすごいあったと思うんですけど、まあそんなこともあるよっていうことを知っていただけたら、よりまた違う見方もできるんじゃないかなと思うんで、はい。ただ
僕のフォアグラに対しての何もなかったことはちょっとショックだったかなっていうふうには、ちょっと食べてるものフォアグラですっていうことでなんか突っ込まれるかなと思ったんですけど、何もなかったので、はい、今度食べさせようかなと思います。多分食べたこと、食わず嫌いだから食べたことないんだろうと思ってるんで、ちょっとないですね、連れて行きたいなと思ってます。ごちそうさまです。次回の配信は7月29日月曜日、どの選手が担当するかはチボロッテマリーンズの公式 SNS で発信します。配信まで楽しみにしていてください。また千葉ロッテマリーンズの公式 SNS ではこのラジオの感想や僕たち選手に聞きたいことを募集しています。ぜひチェックしてみてください。今回の担当は和田光志郎と佐藤俊也でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。